記念が自分の日本フィルトの活動がまあこれでいい形で終わるその主体性にクレルボ交響曲をあの演奏する、はい、そして重要な男性合唱にはヘルシンキ大学のフィンランドの男性合唱団を呼ぶことが 決まったんですよね。そうなだからヘルシンキ大学の男性合唱団50名と、うん、あと東京音大の合唱団と一緒にやるんですからこのヘルシンキ大学の男性合唱団というのは、うん、あのもちろんアマチュアなんですけれども、うん、あの世代を超えてこのクレルボ交響曲を歌い継いできた人たちです。うんうんうん 前にもこの人たち、日本で、それから前は先輩ですよね、ヘルシンキ大学男性合唱団は日本に来て、やはりクレルボを歌って、アンコールでフィンランドの民謡を歌ったりとかね、そんなこともありましたが、この人たちの力と、それから東京音楽大学の、東京音楽大学は日本ィルのコンサートで、ベートーベンの大工でもね、毎年登場して、素晴らしい若々しい声をね、聞かせてくださってますけれども。 このまず合唱のパワーとそのクレルボの悲劇や破天荒な人生をですね、はい、この合唱団がまあ背景を彩っていく、はい、そしてソリスト二人もフィンランドからそうなんですね、うん、なんかご兄弟ソプラノの方とバリトンの方ですけど、うん、ご兄弟だというふうに聞いてますフィンランド語ってねもちろんあの僕はわからないんですけれども、えー、あの人名を見てもインキネンとか、うん とかこうと独特の跳ねる言葉とか発音の独特の。うん 雰囲気がありますよねはい、はい、普通のこうヨーロッパの言葉とはフィンランド語というのは全然あり方が違,ま、ねはい、違う、まあ、そうしたその発音を1つ取ってみてもそれからそのアーティキュレーションを取ってみてもさっきも言いましたけどもこれはフィンランドの方たちにこう歌っていただいて表現していただいてまあ音楽が全て語りますからということであの演奏してくれると思うんですけれどもあのくどいようですけども「イン記念でヘルシンキ大学男性合唱団で それからフィンランドが誇るソリストでクレルボ交響曲を聴くすみませんもうこれ以上何も申すことはありませんもうこれ絶対聞き逃したくないしかも日本フィルとインキネンのねお別れのもちろん今後もね来てくださるでしょうけども首席指揮者としてはラストコンサート満場のお客様とともにあの男性合唱とインキネン日本フィルのコラボレーションを 期待です。いやもうちょっと今から楽しみですね。でしかもこれあの4月の28、29日と2日間なんですが29日がイン記念のお誕生日。はい4月29日イン記念の誕生日。はいそしてね村上さんもう一つあるんです。はい前の日4月28日クレルボ交響曲が初演された日なんです。えそうなんですかフィンランドでそうです。へー。 ですからシベレースが若い時にね。はい、ですから4月28日、4月29日、うん、もうできすぎです。<laughs> もうこれもうこの日にくれる棒を聞かないという手はないっていうぐらい。以前、まあのこの定期が彼のお誕生日に <laughs> あの。<laughs> なったっていうのは、もしかしたら、三年越し、五年越しの日本フィルさんの。あ、なるほど。うん、あのー、深い、深い企画だったかもしれません。いや、偶然だったかもしれませんが。<laughs> でも、その四月二十八日、二十九日というのが。まあ、クレルボー交響曲ゆかりの日、イン記念のお誕生日。日本フィルとイン記念の、まあ、ラストコンサート。うーもう、役者は。揃った。ったもう、場面は。整った。はい 二十八日二十九日を、もう、いやもう楽しみですね。心して待ちたいですい。イン記念にとっても、うん、これがとても、うん、また一つの、うん、あの。ご自分にとっての、記念というか、あのあれ、一つのあれになるでしょうね。うん、音楽的には、この交響曲。五楽章、五、うん、つの楽章からなっていて。もちろん、そのソロと合唱も活躍するんですけれども。そのオーケストラの表現が。うんうん やっぱり破天荒なクレルボを描いていててるのでとも劇的なんですね行進<ー>曲の場面も素晴らしいし、うん、それからこうパンパパパンパパパンパパってこう、ね、シベリウス独特の長い短い短いっていうね超短々のこうリズムの、ね、繰り返しとかね初めて聴いてもこれはフィンランドの国民にとってこういう曲なのかもうね体感できます。 ですからあのクレルボ交響曲はフィンランディアに比べて、うん、もちろん知られてないし、ええ、初めて聞く方多いかもしれませんけれども間違いなくサントリーホールで僕たちは、はい、あフィンランドの方というのはこういう歴史やこういう文化をこう紡いで、はい、あるいはこう,こういう歴史にまあ翻弄された場面もあっただろうしさまざまなことがあったこれがフィンランドの音楽家というのを体感、はいはい できるできます。いやもうゆっくりと味わいたいです、ね。はい。はい。ぜひ4月28日クレルボ公共局初演の日、<laughs> はい、29日は引記念のお誕生日。はい、どちらもお祝いできます。はい、いやもうみんなで聞きましょう。<laughs> ね。ぜひはい。